高橋理香の介護ライフをご覧いただきありがとうございます。もうすぐ93歳、認知症の義父を介護しながら子育てをしています。義父の退院後の、ことなんですが、施設に入るのかそれとも在宅に戻るのか、これを決断しました。それはちょっと後ほど、お話をさせてください。で、今回は、前回はあの可愛い義父だったんですけれども、今回は少し困ったさんな義父の方です。で、同じようなあの映像が出てくるとは思うんですが、これが多分一番、介護の中で一番 の、 あの介護者泣かせの部分になるかと思います。それではご覧ください。これは真夜中ですね。見守りカメラに映った義父ですね。で、内線のあのピンポン押しちゃったんですよね。うん、ダメ、これ触っちゃダメ。ダメよ。これ触っちゃダメ。触らないよ。どうしても夜中に起きてしまって、じいじ上にね、マイクが入っちゃってるから、うん、子供たち寝てください寝てくださいって言ってもやはり何度も起きちゃうんですよね。困る。上でねプー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 鳴っちゃってるから、おやすみ。もうダメよじいじ。うん、今日お風呂が来れないから、うん、うん、体拭いていくからね、うん、お風呂が来られ、うん、リラックスしてて、うん、この時は義父の体調が悪くてお風呂を断った日ですね。そういう時は正式をします。ちょっとズボン下げるよ。そのまましてていいからね。まあ、正式の時はまあお尻を洗ったり陰部を洗ったりするんですけれども、でそれであとはもうあの体を拭いて、拭かずもええよ。いや、いいよ。じゃないと、ほら、あんまり不潔にはできないから。うん、ちょっとまず目を。うちでは週に2回の訪問入浴なので、やはり1回抜いてしまうと週に1回の入浴になっちゃうので、まあ正式をしない。まあ冬場はね、まあまあいけるのかもしれないけれども、でもちょっとね、やっぱり気持ちがね、悪いかなと思って。痒いとこある？痒いとこはあんまりない。ないね。はい。義母が使っていたあのマッサージのとってもいい匂いのオイルがあるんだけれども、それがまだ残ってたので、うん、それでマッサージをして、はい、どうぞ。あ、おやつタイムです。もう天国ですね、本当。マッサージして甘いものが食べれて、その間にベッドメイクをして、またね、はい、声が吹き、どうしたの、ちょっと脱げてるよ。じいじ、夜中だからね。なんで脱げちゃうんだろうな。こっちの方だよね。個室、こっち、こっち、ここ、こっち、こちらの鍵は明日にしましょう。今日はもう夜中ですから。寝ぼけちゃってるのかな。うーん。今だから笑えるけれど、この時はもう笑えないですよね。また吐いてないし、下。どうした？夜中よ。大きい声出さないよ。どうしたの？こっちも、ここも。捕まっててよ。うん、もう死んだ方がええ。出た、またそういうこと言う。ダメでしょ、おむつぐらいでそんなこと言わない。くちゃくちゃ言って、それティッシュだよ。むしゃむしゃ言ってるよ。ティッシュだから出して。こういうことがね、うん、出して。そう、すぐ片付ければいいんですけど。ああ、どうしたじいじ。これティッシュだから、さっきみかん食べてたやつを包んだんでしょ、自分で。
これティッシュだから食べちゃダメ。あれあれじいじい。私はどうしたの？まあもう動いてるから、動いてるから機嫌が悪い。今度はね、これが勝手にポルターガイストみたいに寝てくれない日が続いた時です。今投げたの、何が気に入らないの？わからんよ、もうわからんから。もうで今度は転倒ですね。同じ日の一回ベッドに入ったんだけれども、ちょっと待って、また起きてきて転倒してしまうっていう。もう一回座るからね。行くよ。せーの、さん、はい。多分本人もわからないんでしょうね。はい、何が起きてるのか。おそらく。じゃあでも寝よ。向こう行く。うん。じゃあ行こう。行くから。よーい。やっぱり興奮するとね、どんどん声が高くなってくるし、血圧は上がってくるしでね。さっき公園に行ったって言って、私怒られたから。機嫌の悪い日はね、やっぱり声も大きくなって怒鳴られたりもする、ここにするんです。こうそうそうそう、そうしてて、その方が多分力が入んないから。この時はちょっと台の方のお漏らしが続いた時ですね。お正月、年末年始でした。何またこけたの？なんで動いちゃうの？まあ、なんで動いちゃうのって言ってもね、困ったな。もうね、ちょっと待って、ちょっとシップ貼るから、この辺貼っとこうかな、ね、この時も ね、そんなにこう痛い痛い痛いという感じではなかったので。こっちは痛くない？これが大腿骨骨折の時なんですが。大丈夫そうだね。ここは？ここは痛くないね。うん、じゃあ大丈夫だ。まだ夜中だから。熱を測っても上がらなかったし、熱はなかったので、ね、ちょっと朝まで様子を見ようかなと思ったんですよね。どう、ジジ？で一度おむつを交換して、苦しいね。それで苦しがるので、ちょっと救急車呼ぼうかな、やっぱりね。肺疾患は結構あるんですけれど、肺気胸とあと肺気腫。はい、そうです。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、でこのまま、救急車に乗り込んで今に至るんですけれども、やはり夜中にの徘徊と、あと転倒、あとは排泄のその処理というかケアもそうなんですけれども、ここら辺がおそらく介護の中で一番大変な部分になるのかなと思います。これを繰り返す日々は結構ちょっと睡眠もね、介護者の方も取れなくなるし、まあ本人もやはりしんどいですよね。で自分がそうしたくてそうしている行動ではないと思うので、本当に訳がわからないんだと思います、本人も。そういう症状が、続いた回ですね。で、岐阜の方なんですが、子供たちとそして夫と話し合いました。で、病院の先生とも、そしてソーシャルワーカーの方ともお話をしました。で、在宅介護に戻すことにしました。というのも子供たちがやはりじいじと一緒にいたいと言うんですよね。で、もうすぐ6月の29日で
93歳になるんですけれども、まあこのまま施設に入れて今面会ができないっていうことが、ここが一番ちょっと懸念するところではあったので、まあ子どもたちに合わせてあげられないっていうのが、ちょっと一番そこを考えてたんですよね。なので在宅に一旦戻して、でどうしても私が難しいようであれば、そこからまた方法を探していこうかなと思っています。でケアマネージャーさんの方にも、相談をしました。で今その介護用品と、あとはもう看護師さん、訪問の看護師さんだとか訪問入浴、そしてヘルパーさんをどう入れようかと、要介護今5なので、岐阜はこの要介護5の点数以内でそこまで使ってケアをしていきましょうということに、なりました。それが、6月の10日が退院日です。6月の10日の午前中に退院をするので、それまでに、ここの環境を整えようと、準備をしているところです。そして今度母の方なんですが、まあ、母父の方なんですけれども、父がこの間緊急入院をしました。で大量の下血をしたということで入院になるんですけれども、まあそんなことでちょっとバタ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 してしまったんですよね。で大腸がんの疑いで入ったんだけれども、まあ、結局は大腸の憩室炎じゃないかっていうことで、そこの出血をした箇所を今クリップで止めて、そのまあ出血はしないようにはなっているんですが、まあここもいろいろ吸ったもんだがありまして、急に退院をねするっていうことになって、まあ、本人がどうしても退院をするっていうのですることになったりね、あとは母の方のこのワクチンですよね、コロナのワクチンの予約が取れたので、なんとか、おかげさまで取れましたので、それが今週末にあるんですね。で体調が良ければ多分接種をすることができると思うんですけれども、まあそこは母はかかりつけの医院ではないので、個別接種が取れたのでね、あとはその薬、飲んでいる薬を持っていって、あと症状とかこういうのが起きやすいっていうことを先生と説明をして、それで打てるか打てないかっていうことにはなるかと思うんですけれども、まあそういった状態ですね。ちょっとあっちもこっちもになりましたけれども、まあ重なるときは重なると、まあ、今までの経験上でもありましたので、まあ、一つ一つやっていこうかなと思っています。それでは今回もご覧いただきありがとうございました。